はい、あそうですね、まあ、やっぱ木戸君はその技一発一発のキレがすごいあるなと 思いましたね、はい、はい、今回はあのパンチを軸にパンチから蹴りの作戦でしたね、はい、そうですね、まあ、あのもらったのはちょっと作戦と違ってもっと自分1ラウンド目からもうちょっと手数を出す作戦だったんですけど、まあ、結構隙がなかったんであんま出せなかったですね。うん、左見えてたんですけど僕いつも左食らっちゃうんで、マサオ選手の時も食らって、まあ、途中からウィービングでかわすようにしたんですけど、あの時は今回もウィービングでなるべくかわしたいなと思ったんですけど、やっぱどんくさいせいかかわしきれなかったですね、はい、うん、だからあれを僕が逆にやらなあかんって会長に言われましたね、1ラウンド目終わった時に。そうですね、まあ、チャンプから今日、まあ、去年のチャンプから、まあ、指名受ければ喜んでやります。僕はあの試合で完全にリズム崩してなんかいまいちな人生を送ってるんで、まあ、やっぱ時間止まったまんまなんですよね、あの時で。もう一回時計の針動かさないと。最後、あの武田さん、僕あのすごいよくしてもらって、あの僕のことサポートしてくれる会社、サプリメントの会社とか武田さんに紹介してもらったんですよ、まあ、そこに関しては本当にあの感謝してるし、あの僕はあの武田さんと戦えなかったことがすごい悔いですね。で、まあはい、まあ、武田浩三のような色気のあるファイターを目指して頑張ります。ありがとうございました。